お昼の一番欲しい。お昼の一番星。皆さんこんにちは。こんにちは。この番組は音楽集団 COS のメンバーがそれぞれの一番星、一番熱くなれることや今一番伝えたいことを語る番組です、はい、本日パーソナリティを務めます隊長の熊田優希と副隊長のくるみと一般隊の亜美です。よろしくお願いします。この番組は株式会社アシストジャパンの提供にてお送りいたします。快適な環境づくりお手伝いアシストジャパン。誰かの快適を思い、誰かの安心と安全を思う、自分らしく笑顔になれる、そんな場所がここにある。私たちには夢がある。人生は欲張りでいい。自分の好きを大切にできる。そんな場所がここにある。あなたの夢を応援するアシストジャパン。アシストジャパン警備で検索。株式会社アシストジャパン上等営業所社員大募集中です。気になった方は検索ご応募してみてください。検索ワードアシストジャパン警備で検索お願いします。お願いします。こちらに出てますね。こちらです、アシストジャパンあのね、CM でもね、あのアミちゃん演じてくれていましたね。こんなこんなこんなあのもう一パターンね、 CM あってこの番組で結構流れ出てたりするので、皆さんもう一パターンもぜひあの楽しみに見ていただけたらと思います。そしてアシストジャパン、はいはい、気になった方は応募してみてください。お願いします。それでは改めてもう一度自己紹介をさせてください。はい、本日隊長の熊田優希です。今日はあの一応メイン MC の回ということで、はい、ちょっといつもさらっと自己紹介いっちゃうんですけど、うん、今日はちょっとやってることを一回全部お伝えしようかなと思います。じゃあ数えます私。はい、まず、音楽集団ということで、はいはい、シンガーソングライターをやらせていただいております、はい、あのオリジナルで作詞作曲した曲もいくつかあって、うん、今もですねあの制作中ですので、はい、まあ、またちょっと8曲くらい6曲くらい、うん、こう制作がね音楽が完成したら皆さんにお届けできるように頑張りたいなっては思ってあります。ためてるんですね今ためてます一応。なるほど。一応、一応ためております。アルバムからデビューしてるんですね、うん、アルバム女王、うん、アルバム女王です、はい、令和のアルバム女王で、はい、さ次は、ダンサーですね、はいはい、まあ、これが一番歴は長いということで、はい、4歳からモダンバレエを始めて、あーすごい、今はですねいろんなことをやっております。あの、うん、そしてダンスのインストラクター、キッズチアのインストラクターも今、うん、そうですね何クラスか週にやらせていただいております、うん、もう元気な子供たち負けないように、私も子供心を忘れないようにと思いながら、はい、思ったんですけど、うん、長いですよね自己紹介。長いです。こういくと長いですよね。長いんですけど、でもそのダンスのインストラクターでも、はい、子供たちが優勝されましたよねこの間。そうですね、うん、まあ、一応この間3月の大会でも優勝、その前の3月にも優勝したりして、うん、いすごい本当にすごいすごい頑張ってくれてね、うん、本当にもう何言ってるか分かるかなっていうような言葉でいつも教えちゃってるかもしれないんですけどね、うん、あのでもやっぱりインストラクターの仕事を始めてから私のやっぱ視点、うんうん、なんかこう今までは自分が表現する側っていうなんかこう強いなんか思いみたいなのばっかりで言ってたなと思うんですけど、やっぱ教えることによってやっぱ違うやっぱ気づきがいっぱいあったので、本当にそれは自分の表現にももちろん生きていくと思うので、とってもいい経験をさせていただいております。すごいかっこいいです。あとはもうさらっといきましょう。あとはさらっといきましょう。はい、もうこれ尺長いですよ。はい、はい、そして2個いきましたね。3個、書道家です。この番組ではね、はい、書道いっぱいやらせていただいてます。これも長いんじゃないですか。この話長くなるんで後でいきましょう。はい、書道、はい、はい、
そしてさっきのあのアシスジャパンさんの CM あれも作らせていただいたんですけど、うん、動画制作の仕事もやらせていただきます、はい、動画制作クリエイターカメラマン、はい、編集者いろいろやっております。はい、そんくらいですかね。まああと他にもあるんですけど、まあ、それはまた次回ということでもう熊田だけでこんなに時間取っちゃったらそうですか。いやいやもうまあでも、はい、でも行動派、まあ行動派っていうのがやっぱこう何個もこう、うん、まあ一応わらじというんですか、うん、につながって、わらじわらじというかその自分のなんていうんですか、あのあれね、そう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 、にはつながってるかなと思います。はい、すみません、以上熊田ゆきです。今日もよろしくお願いします。なんかもうこれで放送終わっちゃう。長いよ、長い長い、もう頭なんだけどさらっといきましょう。はい、はい、そして、はい、私はマルチアーティストとして活動していますくるみです。よろしくお願いします。お願いします。私もあのゆきさんとちょっと似てる部分はあるんですけど、一応主にやっているのはペインターとダンサーと、まあ、今はまだまだ練習中っていうかあのレッスン中なんですけれども、シンガーとして活動していきたいと思って日々あの頑張っているところでございます。いいですね。はい、はい、あのでもくるみさんとはねもうダンスもういつかねダンスの交わり合いも見ていただきたい。はい、すごい気になります。それはいやすごいですよ。私もすごいやりたいんですよ。もうどっかあのに出したいですよね。まあ、そうですね。だからなんかもし例えばこの2人で、うん、そういう個展とかを開催するってなったら、うんまあ、1日だけその個展の会場で例えば踊るとか。あなんか今それすごい思いましたけど、書道家さんじゃないですか、うん、で私はそのペインターとして絵も描くんで、うん、その2人が個展か2人で展示やるってなったら年齢層、幅広い年齢層の方来てくれそうですよ ね。 そうですね。確かに書道からアートからいろいろダンスっていうのも本当に年齢層関係なく全員が楽しめるものだし、うんうんうんうね、もう今すごいあのワクワクしちゃった。ワクワクしちゃった。ワクワクしちゃった。はい、そしてね、今日失敗しました。反対でしたね。あ、本当だ。失礼しましたもん、本当に失礼しましたよ。よく気づきましたね、本当に。今見ててね。いや、これもね、くるみさんが毎回いつも、この、ね、熊田ゆきとくるみの回では、はい、くるみさんの回ではいつも用意してくれて、あかわいいね。毎回くるみさん逆にするのかと思って。ノーノー。ノーノー。ということで、はい、はい、ありがとうございます。クルミレアさんお願いします。よろしくお願いします。じゃあ私はもうさらっと行かせていただきますね。はい、行きましょう。はい、私は山梨県出身、シンガーソングライター、トラックメーカー、あとはコーラスとしてもお仕事をさせていただいております。あの今年のね、9月にもコーラスのお仕事本番があるので、9月じゃない、間違えた、今月、もう今月の19日にあるので、そうなので今ちょっとリハを頑張っております。うん、よろしくお願いします、アミです。はい、アミちゃんです。今日はこの3人でお送りしたいと思います。はい。皆さん、メッセージをたくさん募集しております。よろしければ X、うんアットマークアズパン FM まで、あの何でも大丈夫なのでお気軽にいただけたらと思います。いっぱい欲しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてもう一つお知らせです。はい。当局はコロナ禍での開局をいたしましたため、スタジオ内は窓があります。放送中に緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入り、放送中お聞き苦しい点があると思いますが、日本一尖った放送局としての生放送を一緒に体感ください。ではよろしくお願いします。お願いします。そして番組から大切なお知らせがございます。株式会社アシストジャパンの提供でお送りしておりますお昼の一番星、皆様いつもご視聴そして温かいメッセージをありがとうございます。ありがとうございます。この度お昼の一番星応援隊を募集させていただきます。番組お昼の一番星を盛り上げ、私たち出演者を応援してくださる皆様の応援隊へのご参加をお待ちしております。お昼の一番星応援隊では1番星の3種類のプランとなっております。お昼の一番星応援隊でご支援いただいた会費は皆様への感謝を込めまして、より豊かな番組作りや音楽集団の COS らしく皆様と一緒に音楽で笑顔になれるようなイベントなどの企画に向けて大切に活用させていただきます。ご質問ご応募先はお昼の一番星応援隊事務局までお願いいたします。
メールアドレスはローマ字の小文字でお昼、数字の1、小文字で番、@gmail.com です。件名に番組名、本文に氏名とアドレスをお忘れなくご記入ください。ご連絡をいただきました皆様には、応援隊事務局より改めて申し込みに必要な書類を送らせていただきます。石井秀一様、いつもありがとうございます。皆様からの応援、お待ちしております。お待ちしております。しております。熊田&くるみペアといえば、即興アート、そして一発書道のコラボレーション企画、はい、やってまいりましたね。パッパッパッパって何盛り上げ食ったから雑すぎて雑でした。次はい、今行こうと思ったら行きますラッパのつもりだったし、はい、そうですね、いつも即興でねやらせてもらったんですけど、今日はですね、いつもね終わった後時間足りんかったなとか、もうちょっとここやればいい感じになったかもしれないなっていう感じで、微妙な気持ちで終わることがね正直ね多かったんですよ。なんでね、今日は亜美さんから事前にお題をいただきまして、うんね、作品をイメージして、うん、前もってちょっと準備させていただきましたので、うん、ちょっと楽しみ、ちょっとね今までとは違う、うん、はい、取り組み方にはなるんですけど、そうですね、今までは紙にちょっと端っこの方にピュピュって書いて、で終わってた感じだったんですけど、やっぱ絵と書は違いますからね。書はパーっていけちゃいますけど、絵はね、やっぱ、ね、コーチやっぱ一個の作品使い上げるのに時間かかるっていう感じはしますの で、そう、今回は、はい、今回どういう、なんですよ、お題先に言った方がいいですか。最初にそしたら作品書いてきていただいたの、それ見せちゃった方がいいですか、ね、見せていただきましょうか。そういう流れまだね、見ていないというか、はい、見ていないということで、うお楽しみ、今回は書を書いてもらうっていう前提で作品を書いたので、じゃあ見せちゃいます、はい、お願いします、はい、ちょっとやばい、行きましょう、ドゥルーン、ドゥルーン、はい、全面にうわすごい綺麗、ちょっとキラキラします、うん、なんでキラキラしてるんですか。キラキラを塗ったからです。すごい、それキラキラの絵の具もあるってことですか。ありますよ、やっぱこのちょっと斜面、いやすごい、なんか傾斜、そうするとね分かるんですけど、うん、また変わる、いや見えますよ画面越しで。これはさすがにね10分ぐらいじゃ描けないんで、ちなみにどのくらいかかったんですかこれは。これ多分普通に見るとペペペって塗ってるように見えると思うんですけど、うん、色がいくつも重なってて、こういうところはね実は一色の絵の具なんですけど分離色って言って、塗ると乾いたら2色に分かれるような絵の具を使ったりもしてるんですよ。そんなのもあるんだ。はい、まあ、前面に書いてあると書を書いた時にすごいその文字が映えるかなと思って、この感じにしました。すごい素敵です。すごいね。ありがとうございます。描けそうですか？描けそうです。描けそうです。描けそうです。そうです。で、ちなみにお題は、はい、お題はですね、はい、はい、誰がいますか？じゃあ、みちゃんに、ね、せっかくだから、はい、そうですね。ではお題は私の大好きな空をイメージしていただきました。大好きなんですね空が。本当に群青色の空って言って、群青色はちょっと置いておいて空はでも私は結構これポイントかなって思ったんで、はいはい、なんかちょっと濃いめを端にでもしっかりしたんですよ。そうそう、私たちはそう事前にお題いただいたので、はい、まあ、知ってますけど、はいはい、群青色は気にしないでくださいって言ったから各群青色でもなんとなく裏でくるみさん多分意識してくださりそうだなっていうのが、だったすごい群青色って言われると想像がしやすかったです。なんか空だけだと例えば真昼 の、 ちょっと雲がある空なのかなとかも思ったけど、はい、でも群青色って言われると、
あの夜、うん、深いあのミッドナイトな感じが、うんうんうん、私の中でそういうことか。それであのこのキラキラはちょっと星っぽいイメージを入れたんですね。そうなんですか、すごい。そういうことだったんだ、はい、なんか空っていいじゃないですか、本当に空大好き、自由無限大だし、うん、みんな見守ってくれてます、ね、はい、私も大好きな空です。楽しみ、これがどうなるのかが、はい、すっごい楽しみ。書道と、まあ、確かにちょっと書いていこうかね。はい、え、ちなみになんで群青色の空が良かったんですか、うん、え、なんか私ね、意外とそのまず空友達なんですよ私。そうで、その中でもあのね、私雲がない空が好きなんですよね。なんか、あ、そうなんだ。もう真っ青というか、その本当にその群青色というか、私はそのそのミッドナイト系の群青色も大好きなんですけど、うん、日中のその群青色でもう雲何もない空大好きで、うわ、そっか、広みたいな感じで、夏の空とかね、そういう時多いですよね。はい、そうなんです。ります、ね、でも空なんかね、冬じゃなくて、うんうんうん、星のあるもう空も大好きなんで、あ、山梨ですね、うん、山梨、はい、星近いか、星か空、そう、なんか疲れた時に結構空見ることが多くって、うんうん、なんか、はあ、なんか味方になってくれてるよう な、 なんか心に寄り添ってくれてるような勝手な思いがあって、まあ、でもすごい気持ちわかる。そう、だから空ってずっと大好きです、小さい頃から。うん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 。じゃあ今日は空好きの3人が集まったということで、山好きなんですか？好き好き、空大好き。なんか一回そのインスタで空アカウントみたいなの作ろうかと思ったレベル。めっちゃ好きじゃないですか。そうそう、めっちゃ好き。毎日空の写真を撮って、うんうん、なんかやっぱり違うじゃない、うん、その日で表情が違う、その色も違うし、うん、雲の流れも違うし、うん、雲の多さも違うし、うん、だからすごい空が好きだった。なんか、なんか1日人と会わない日ってあるじゃないですか、うん、会わない日、会ってても喋らない日かな、うん、とかにやっぱりこう、ね、なんかすごい孤独な人みたいであれですけどあのやっぱりこうなんか悩みとかだったり、こうなんかどうしようかなと思うことがあったら、私は空に問いかける。いや、なんか同じです。さっきそんな感じでしたもんね。どうしようかなって言ってちょっと空見上げて、ね、そうそうそう。で、空はやっぱりその味方って言ったけど、やっぱいつでも寄り添ってくれる、うん、でもたまにもなんかこう行こうとしてるところが違うかなって思ったら、うん、なんかふとやっぱこうだよみたいな、で言ってくれてるわけじゃないけど、うん、あの道筋を教えてくれるみたい な、 なんか感じがするので、インスピレーション的な、そう、あ、そう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 、降りてくる感じね、わかります、わかります、うん、こうやってて分かんないけど、こうふと上を見上げることでこう、うん、あ、降ってくるみたいな、うんうん、なんかだいぶちょっとあのなんだ心理学みたいになってる。大丈夫大丈夫、すごい素敵、大好きです、そういうのかなって思ったので、うん、でも本当空好きです。だから嬉しいですね、今日のお題。嬉しいですよ、よかったです。じゃあせっかくの、本当ですか、はい、じゃあ早速書いていきましょうか。はい、お願いします。このね、あの熊田さんに書いてもらった後に、うん、まあちょっとなんか足りないところがもしあればつけたそうかなって思ってますので、そうですね、うん、なんかせっかくだから、なんかこう書いたことでさらにくるみさんの、うん、その降ってきたね、はい、って言って、今日はね、縦に行こうかしら、どうしようかしら。え、縦いいですね、うん、縦かっこいいですね。これね、見入っちゃうんですよね、うん、いつも本当に。今日ね、ちょっと絵の具で描こうかと思って。じゃあ新しい、いや今日ね、ちょっと時間いっぱいあるから、のんびりモードですよ、はいはいはい、皆さん。でもなんかこの改めてくるみさんにこの絵として、はい、アートとして描いてもらって、うん、私その空見ること多いんですけど、うん、なんかこの自然の空でも絵みたいに、なんだろう、ある雲とかもたまにあるんですよ、その絵みたいになってる空があって、だからなんか本当その雰囲気にもちょっと似てるというか。たまになんかないですか、なんか雲とかも絵でなんか絵の具とかパパパパってなってるような、なんかくっきりすごいはっきりといる雲ありますよね、はい、だからなんか模様みたいになってる雲とかね、キャラクターみたいな雲もあります、はいはい、いや本当にすごい。なんか今日空ってお題だったので、あ、コメントいただきました。ありがとうございます。じゃあ早速いいですか。ありがとうございます。ポニョパパさん、くまたん、くるみさん、あみさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。蒸し暑いのが苦手なポニョパパです。今から参戦します。はい。よろにくね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 。にゃんこってことですか。にゃんこ？どういうことです。よろにくねって。なんかにゃんこ。
コネさん、そうなんですね。あの、蒸し暑いのが苦手なんですね。いやでも分かりますよ、暑すぎて、うん、なんか毎日溶けそうですよね最近、うん、なんか命に関わる暑さ本当本当に。いや本当皆さんお気をつけくださいね、うん、あの今日はね朝、そうちょっと話は戻りまして、今日あの朝今日そうですね、朝そうそんなに早くないんですけど8時くらい9時くらいかな、うん、に外出たらまだ涼しかったんですよ、めちゃくちゃ、うんうん、ちょっと涼しかったかも、そう若干めっちゃ涼しくて、でめっちゃ曇り空だった、うん、で、うん、あのインスタグラムのストーリーに今日の告知をあげようと思って空の写真を撮ったんですよ、今日空ってお題だったから、うん、私それすごいね思ったことがあったんですよ、あの告知をあげてくれてるなって思ったんですけど、すっごい曇り空だったから微妙になんか熊田さん今日こういう気分なんだなって思ってドキドキしてました。違う、まさか今ここでそういう発言をしてくれると思ってなくて、いやいやいや今日は、うん、そのなんかやっぱりあの放送にまつわるものをやっぱ背景とかにしたいから、はいはい、いつもこのスタジオ内とかの写真を使わせていただいたりしてたんですけど、うん、最近はでも今日はちょっと空の写真を撮って載せようかなと思ったら、うん、すんごい曇り空で色はこうなんかサイドとか上げたりしても全然なんか汗かいてめっちゃ曇り、いやめっちゃ全然これ今晴れてますけどめっちゃ曇りやったんですよ、びっくりしますよね、これめっちゃ曇りだった、なんかやっぱこういう気持ちなんだいやほんとめっちゃ曇りだったからもうなんかもうちょっと鮮やかな感じになるかと思ってたのよ、はい、でもせっかく撮ったし、うん、もう時間もなかったので、うん、でそうこうしててちょっとまあちょっと今日寄るところがあったのでさっきあのここに来る前に、うんうん、で次の移動になったらめっちゃ晴れてたので、今めっちゃ晴れてる、私もう真っ青の空で告知しました、うん、あおみちゃんのも、はい、もう 青色のやつ、あれも空だったのか、そうなんか文字でちょっと背景しか見れてなかったわ。背景あれだったな。そうあれ空、あれ山梨の空なんですよ。あ、そうなんだ。さ、何も雲なかったから綺麗だなと思ってそれにしました。そういうことだったんだ。そうだから空かぶりさせました。空かぶりだったのね、はい、今日は。え、行きますかゆきさん。行きましょう。そしたら今日はですね、なんかせっかくなんかあみちゃんからの空への思いも聞けたし、うん、私も空への思いはあるので。はい。それも込めてちょっとこの言葉に決めさせていただきました。あ、楽しみだ。では皆さん、おいつものあのあ来ます、すごい今日は スタンド、今日はコールいきますよ、今日コールいきます、コール毎回恒例のコールでいきたいと思います。はい、はい、では皆さん、おマイクを立てて一発シャドウ参りたいと思います。はい、集中。今日はですね、今集中中ですいません、ね、でも私まで集中しちゃうんですけど、まあ、でもこれ笑わせない方がいいですね、はい、今日はですね、墨じゃなくてですね、アクリル絵の具でやばいちょっと描いてるっていう、見えますかね、めっちゃ見える、ちょっと息できないっす、あみちゃんなんか痛そう顔いや苦しい、こういう時ってなんか息止まっちゃいますよね、はい、なんか鳥肌立ってきちゃった、見てる方も多分息止めてますみんな、画面に、させていただきました。
もうこれ、ね、今日はですねちょっとなんか私もすごくその、ま、ザ書道の道というわけじゃなく、今日はまずアート専攻で書いてきていただいたので、なんかこう一個踏み出してみたいなと思ってた、ちょっとアーティスティックな方のなんか文字っていうか、文字っていうかなんか作品によれるような感じでちょっと字を書かせていただきました。はい、なんて書いたのでしょうか。なんて書かせていただきましたかというと、じゃじゃん、以心伝心と書かせていただきました。雲みたいね、なんかなんかね、すごい、なんかやっぱりなんか共通して思うことは、やっぱ空って友達、うん、でなんかこう心の友って感じじゃないですか、うんうん、なんか心の友ってやっぱり今欲しい言葉だったりとか、今なんか私がなんか頼りたい部分とかを、うん、っていうところにすぐ寄り添ってくれたりとか、うん、なんか求めてないのにちゃんと答えをこう出してくれたりとか、うん、なんかすごいやっぱそういう存在が空でもあるのかなと思って、うそういう友達とかってやっぱもう、まあ、なんか以心伝心が勝手にできてるみたいな、うん、っていうので、なんか以心伝心っていうのがちょっと今日はピンと来たので書かせていただきました。はい、はい、めっちゃかっこいいしかもこれ絶対絵の具で良かったと思います。そうですね、この辺の、あ、ちょっと見えるか分かんないですけど、絵の具だまりっていうのができて、うんうん、そう、今日ね、うん、そう書いてて、それがいいですね。またこれ墨だったら落ちて垂れてきたけど、多分この絵の具で描いてるか、多分これも時間が経てば固まってこうちょっと浮き出てる感じになります、うんうん、そうですね。いや、そう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 、それもなんかやっぱちょっと絵の具で描くっていうのにも、もうここからもやっぱ先はちょっと挑戦していきたいので、はい、うん、もう今日はすごいいい経験、私最後の皆さん最後見てましたここの以心伝心のここの時、あの他のってこうやってめっちゃ力強くザッザッザッってやったのに、最後のここだけめっちゃソフトにシュッってやって、なんかもうそれもなんかもう、確かにね、私の手はどっちかというとバシッといっちゃうのが多いですけど、ね、そうそう、最後だけね、こうやっちゃう、優しい優しさ、最後は優しさです。もう自分で言ったらダメだ、自分で言ったらダメ。感情がもう入ってますよこれ。でもね、やっぱこれ、こういう作品もちろん画面越しもいいんですけど、うん、やっぱりこの、ね、ここで見ると全然このなんか違いますよね。そう、立体感があるね、うん、それやっぱこういうのはやっぱせっかくだから個展をやったりしてね、皆さんにも生で、いや本当に生で見てほしい、機会が来たらいいなって思う。でちょっとね、ここをなんとなく開けたのは、うん、左下を開けたのはここに、まあくるみさんのあのなんかラッパインみたいっていうか、なんかちょっと あれを入れるのもいいし、私も最後に入れてもいいしと思って、はい、それでちょっと開けてみました。なんとなく、なんか以心伝心ってことアルファベットで書いてもいいかなと思うんですけど、うん、だそういうの入れるとさ、うん、なんかちょっと違うかな。いや、ね、このままでいいですね、本当にこのままがかっこいい。はい、ということで今日の一発書道は以心伝心、こちら書かせていただきました。素敵、ありがとうございました。メッセージをねちょっといろいろいただいてるので、はい、読ませていただきたいと思います。いいですか、お願いします。はい、ポネパパさん、またまたありがとうございます。ありがとうございます。群青色って独特な空ですよね。うちの娘も大好きな色で、高校の時に描いた絵が教科書で使われました。おー、すごい、すごい。そうだ、ポネさんのね、うん、娘さんなんか美術系の、あ、そうなんですか、美術系、すごいですね、教科書で、うん、なんかやはり好きな色には特別な思い入れがあるようです。アニメのブルーピリオドのテーマ曲も夜遊びの群青でしたね、うん、あ、そうだそうですね、そっか、あれもそっか、太陽のマッサンさん、埼玉のマッサン、いつも私埼玉のマッサンさん、太陽のマッサンさん、ま、びっくりしちゃう、マッサンさんがびっくりしちゃう、本当にいつもごめんなさい。埼玉のマッサンさんです。くるみさん、熊田ゆきさん、あみさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。まだ梅雨だと思うのに、連日の猛暑で普段の倍くらい疲れを感じてしまう日々、日々、あ、日々、
この異常な暑さはいつまで続くのでしょうか。体を壊さないように気をつけたいと思います。そうですね、お互いにお気をつけください。本当にお気をつけください。ありがとうございます。以上ですかね。はい、で、はい、では、熊田ゆきの企画はこれにて終了したいと思います。ありがとうございます。はい、そして続いて、はい、私ね、このもうね、あの圧倒されちゃってですね、うん、私がこの書いてくださった章に付け足していきたいなと思うんですけど、もう、うん、難しいなと思いながら、もうこっからどう、ま、でもなんか、そうですね、変化というよりは、うん、ちょっと加わったかな、追加、うん、追加の、いいですね。なんかまたこの仕上げの工程もまあ、うん、なんかね、まあこれもね、やった時とやらない時とどっちがいいとかありますけどね、うん、はい、まあ、いや、すごいパレットも素敵です。すごい綺麗、色味が、まあね、ほんとね、すごい、ちょっと汚いんですけど、もう今洗ってないんで、うでもなんか前までって、うん、あのちゃ、なんだろう、そのサブ MC の方にテーマをその時いただいて、あのその文字だから、例えばもし愛とかだったら愛という文字を習字で書いてしてたじゃないですか、うんうん、なんでこの、はい、なんかテーマに沿って、うん、だから私今回空だったじゃないですか、はいはい、空って書くんじゃなくて、なんでその連想させて違う言葉を書くっていう風な流れになったんですか。あの、いや、やっぱそのシンプルに文字を書いても、まあもちろん、例えば愛っていうお題が来たら愛っていう文字を書くのも一個だし、うん、愛を持つことの裏には、なんかやっぱ歌にしてもやっぱ裏テーマとかあるじゃないですか、うん、その、うちらもね、歌を練習する上で歌詞の裏の意味みたいなのをやっぱりつけるじゃないですか、うん、とかでやっぱその見てる人が、じゃあそのお題が例えば愛だったとしたら、うん、空だったとし、空だったとしたら、じゃあただ空って言われたい、書かれたいのかっていうよりも、じゃあなんか空にまつわる、なんか欲しいもの、その人がなんか求めてるものとか、うん、例えば背中を押してくれるものとか、うん、なんかそういうのの方がやっぱりこう生み出すものとしての意味っていうか、あるかなと思って、はい、なるほど、さすがですね、でも確かにこっちの方がなんだろう、前そのね、単純にというか、うん、そのいただいた言葉をザって書くのもすごいかっこいいんですけど、うん、そっからさらにやっぱその言ってる通り、うん、やっぱアーティストってただ歌うだけじゃない、うん、やっぱそのいろいろね、思いがあって、うん、他のね、裏手もあっての、うん、やっぱりあれだから、それとやっぱ同じだなっていうのは思いますね。こっちの方がやっぱりより来るというか、うん、まあんまりわからなすぎても、うん、なんかちょっと深すぎても、うん、ちょっとわかんない時あるじゃないですか。コンテンポラリーダンスとかってやっぱちょっとわかんなすぎる時もあるじゃないですか。確かに難しいですね、見てる人はね、つまんなくなっちゃうやつでもやっぱ、でもその世界が好きな人もいるから、まあ今すごい人気なのもあると思いますけど、うん、まあ時と場合によってわかりやすい時もあれば、ちょっとやっぱり少し、うん、なんか研究してましたみたいな感じのものもあれば、うん、この分かりやすいんだけど裏テーマの方に行くとかっていう、なんかね、あ、なるほど、うん、すごいわ、まあ、使い分けられるようになるといいですね、うん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 、ですね、今ね、くるみさんがね、ちょうど8月の半ばくらいにですね、二人展というのを開催されるということで、うんうん、あのくるみさんともう一人の方はあのこの音楽集団の方ではないんですけど、別の方と今その個展に向けて準備真っ最中ということで、うん、そうなんです、なリアルタイムで、うん、昨日でした、昨日まで大阪に営業に行かれてたんですよね。営業に行かれてで、なんかすごい、そのなんか作品の展示、はい、展示もさせていただいて、あのたくさんの方がやっぱり見に来られるので、うん、大阪の方にもあのぜひ東京にもね、足を運んでいただきたいと思って、私の展示の宣伝をしてきました、うんうんうん、すごいですね、素敵、かっこいいね。ちょうどこ の, あのラジオのね、打ち合わせをするときに大阪に行かれる本当直前でしたよね、数日前に打ち合わせしてあって、うん、すごいと思って、私も営業にいろんな地方回れるように頑張ろうって思いました ね、地方も回るのすごい楽しいですよね、確かに。
広がりますしね、しかもなんかここのね、はい、東京だけじゃなくて、ね、いろんな各地にやっぱり、うん、結構やっぱなんかいろんなあの新しい出会いあったりしましたか？ありましたよ。会ったことない人がほとんどでした。やっぱ関西だったんで、皆さんやっぱアートの方で、はい、皆さんアートの、あのやっぱり、うん、なんだろう、プロとしてアーティスト活動っていうのはされてない方でも、うん、やっぱりアートってプロのものだけじゃないじゃないですか、っていうのをすごい感じたなっていうのが、その主婦の方とか、その会社に勤めてはいるけれどもアートが好きで最近始めましたって言って、あのされている方もやっぱりたくさんいて、もうあのそういう方でも自由にこう披露できる場があるのすごいいいなって思いました。自由だし、じゃあ今日のテーマと似てる、すごい似てますね。そっか、なるほど。やっぱ SNS もすごい上発達、して、なんかその誰でも検索して見れたりはしますけど、やっぱりいざやっぱ足を運んで、やっぱ生のものを見せるってやっぱりそれが一番、やっぱ生いいですよ、本当に。で思ったのはそう、ちょうど私も展覧会に作品を出展していて、その展覧会が昨日までだったんですよね。で、ちょっとあの話前後しちゃいますけど、そこの作品自分も出展してるんですけど、いろんな先生方がいっぱい作品を出されている展覧会で、もうめっちゃいっぱい、もう超いっぱいの作品があったんですけど、やっぱね、あの例えばインスタグラムとかで見るとなんか墨、まあいいじゃないですか、うまいとか分かりますけど、あの実際に見るとやっぱこの墨の紙への乗り方だったりとか、本当に生きてる線だとか、これどのくらいの秒で描いたんだろうみたいな。秒も。なんかそう、やっぱね、長く描けすぎたり、アンパに走ってもダメだし、やっぱもうスピード感も大事だし、あとやっぱ使ってる墨の硬さ、この作品を描くにあたってどのくらいの墨使ってるんだろうとかって、もう本当やっぱ勉強になりましたね。やっぱ生のものを見ないといけないと、ちょうど思ったところだったんですけど、はい、実はその書道展にね出展するにあたって2月から、はい、今年の2月から勉強し始めたことがあったんですよ。お、何ですか？はい、それなんですけど、ちょっと写真を見ていただこうと思います。ドンダーン、素敵。、はい、なんか書道のねジャンルにね、例えば毛筆、硬筆、手紙文かなとかあるんですけど、篆刻っていうものがあるんですよね、はい。それはあのその書道 の, あの作品の最後に落款位って言って印を押すんですよね。皆さん押してますよね。そうそうそう、私が書きましたみたいな、でその印の部門が篆刻っていうんですけど、印を彫るっていうのが、そういう部門があるんですね。あ、そうなんですよ。ちゃんと日展とかにも、もう筆の部門とかと、あとは篆刻の部門とかとあるんですよ。で篆刻先生とかもいっぱいいらっしゃってて、はい、で2月から岩村先生の元で勉強させてもらってるんですけど、その今回の書道展に出すにあたって、ギリギリ自分のフルネームの印を彫るところまでちょっと行けたので、ちょっと写真を撮ってみました。これはこの書道の方で雄水って書道の名前を書くので、印は勇気、本名の方、熊田勇気の方で作りました。すごい。でこういうのをちょっと勉強しましたって、何の自慢だってなりますけど、これって何で彫ってるんですか？普通に彫刻とかの。そうです、刀で彫ってます。いいですか、コメント届きました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。骨パパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんに質問です。3人とも多彩な皆さんは、趣味と極める技の境目ってありますか？自分は好きなことをしてる時間は好きなのですが、それを職業や教えるまではいかず、趣味の中から出れずにいます、っていうことでね。いや、なんかそれやっぱ考えた時期ありましたね、昔。確かに最初はやっぱなんか書道とかって、例えばなんか履歴書とかに書くときに、趣味に書けばいいのか特技に書けばいいのかみたいなので、そこで分かれたかなって感じで、やっぱ特技の方にダンス、書道、歌とかなんかそういうのを書いてて、趣味の方は料理、山登りとか、なんかそういう本当好きなことを書いてて、でも今も正直その料理っていうか、まあ今なんかその、まあ研究したいなって思うことは、
まあ趣味だけど、趣味から一歩こうの出たその 職の中に入れようかなっていうのの手段なんか一個に考えていいんじゃない。下手くそだね説明が下手くそだね本当に、これなんでしょうかね。ポニョさんな何なんでしょうかね。ポニョさん、ポニョさんのその今あ趣味というか、うん、趣味が出られずにいますっていうのは何なんだろう。確かに何されてるんだろう、うん、なんかあみちゃん、なんかこの境目とかってありますか。なんかそれも確かにそのポニョババさんがおっしゃってる通りすごい難しいなって思うんですけど、まあ感覚ですよね。なんかやっぱり私なんだろうな、極めてるような趣味、なんか趣味とかはやっぱりそこまでラフな気持ちでやっぱりやってる、好きなんだけどどれもだけど、やっぱそれこそその極めたいって思ってるものがやっぱりもうそっちになる。だからあとは別に自分の感覚で、あこれぐらいでいいなって思う気持ちがあるものは全然やっぱり趣味というか、なんかもっとラフな、まあ、そうだね、あんま、まあまあ、あんま固く考えないよいいのかなとは思いますね。そうでも趣味なんかそのラフでやってるものも意外となんかあるきっかけでなんか仕事にされる方だっていたりもするし、あそう全然あるですよね。なんかそうなんかあの今その料理はすごいあのプライベートって好きなんですけど、なんかその塩麹を使う料理がすごい好きで、美味しいですね。そうなんか塩麹をつまあその石川県だからちょうどその麹がなんかあのすごい特産品で、あそうなんだ、そうそうそうっていうのもあって、でなんか塩麹にまつわる料理もしくはそのなんかうまい塩麹をなんかこう生み出してそれにまつわる料理をこう研究して、美容にもいいからね、っていうのもまあちょっと妄想ですけどすごい大きい理想を描いたりもしましたよね、やっぱでもまだそこは趣味でいいかなと思って。でもわかります、私も料理とか、あのデザート系作るの大好きなんで、最初音楽の方向じゃなくってなんか料理系の専門にも行こうとしたりもしました、だけどやっぱり音楽がやっぱり好きだからもうブンとやっぱり変えてこっち来たけどっていう。ちょっとねトークが盛り上がりすぎちゃいましたね。ちょっともう一個写真を見ていただこうかなと思いますすみません、はいはい、その書道展にね、はい、行ってきました。東京都美術館であったんで、ここはねもうすごいあのアート、はい、なんかあの外国のアーティストの方の展覧会がされたりとかもしてて、うん、すごい人がいっぱい、外国人もいっぱいだし老若男女問わない人がいっぱいだったんですけど、うん、行ってきます東京都美術館の、次の写真見ていただきましょう。これ毎回やっちゃうんですけど、ゆうきさんいますね、わかりました、ゆうきを探せって言ったらどうか、ゆうきを探せって感じなんですけどいつもあの美術館の入り口にこれがあって絶対行ったら写真撮るんですけど、皆さんもぜひ行ったらやってみてください、はい、あのみんなやってるんで何も恥ずかしくないです。でも絶対わかりますよね、どこにいるか。どこにいるか。そして次見ていただきましょう。どん、あで、かっこいい。そう、随雲書道展って、まあ、随雲書道会っていうのがあって、その展、あの1年に1回5月、うん、あ7月か7月に展覧会があるんですけど、うん、今回もその随雲書道展に作品を出品させていただきました。その作品がこちらです。うわ見れるんだ、うわすごいかっこいい。いやもう急ぎ足ですみません、すごい、はい、今回はちょっと特選という賞に選んでいただきて、はい、本当だ、はい、もうなかなかちょっと苦戦したんですけど、最後の字がでかくちょっと長くなりすぎたかなっていうところはちょっと次への課題なんですけど、すごい、はい、こんな感じでちょっと自分はやっぱりこう勢いのあるというか、まあ力強い感じの字が得意とするので、もちろんこういうのも極めながらもやっぱりいろんなものをあの書けるようにこれからも、理事長がですね一生稽古っていう風に言ってましたので、あの一生研究、まだまだやりたいと思います。楽しみですね、はい、これからも。そうですね、で最後にダン落下に作ったやつも押してました。かっこいいです。ということで、やっぱなんかねこう目標があるとやっぱ人間こう頑張れるっていうか、あれできるかなと思ったので、なんか暑くてもう今日なんかやる気起こらないやとかって思ったら、まずは目標を考えましょう。そしたらね、あのもうその後の3時間なんかもう必死にガーってやりますから、はい、いやすごいということで、ちょっと書道展に作品を出展した、はい、
報告でした。ちょっと次に向けてねまた頑張っていきたいと思います、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょっとね絵がねまだもう少々かかりそうなので、はい、あと5秒ぐらい、あ5秒ぐらいそれかお先に MV 行きますか、うん、あそうですね、はい、じゃあちょっと ありがとうございます聞いていただきましょう、熊田ゆうきで君の話が聞きたいよです。どうぞ。見て見ぬふりはもうやめるんだ。この瞬間は戻らない、戻らない、戻らないから。いつもと同じ帰り道、パンを一つ買う、コッペパン、君の好きなパン、君に一口取っておく癖が抜けないまま、三度目の春はもうすぐそこにある。ありがとうございます。ちょっと若いです、若かったですね私。そう、お若い感じで、ちょっと前ね、うん、はい、ということで今回の熊田ゆきとくるみ、共同企画一発衝動そして即興アートコラボレーション企画ですが、はい、作品今回空というテーマで書かせていただきました、はい、ご覧いただきましょう。どうぞ。じゃじゃーん、じゃじゃーん、すごい深みが増した。ここにちょっとそうですね、すごい、まあ、赤っぽい色も入れたんですけど、わざとあの黒色を使わずに緑と赤を混ぜて、うんうんうん、あ、そうなんだ。私が好きな黒を作って深みを出しました。やっぱこっちあの生で見た方が、うん、あのいい、ね、迫力がありますやっぱり。なんかこのやっぱ絵の具の浮き出てる感じとかやっぱ生がいいかなと、うん、はい、でもすごい、うん、空をテーマにこんなものができるだなんてもう想像もしていませんでした。私は想像以上、ありがとうございます。あ、よかった。またなんかねあの違う同じこういう感じでも作品作りをやっていきたいかなと思ってるので、はい、今後もぜひ注目いただけたらと思います、はい、ありがとうございました。それでは、ちょっと急ぎ足になりますが、はい、COS のメンバーのライブ情報をいきたいと思います。はい、はい、2024年7月17日から7月21日、佐藤まめくんですね、失礼しました。演劇×謎解き舞台ラララコフレリオ新宿シアターでチケット2900円、その他さまざまなタイプのお座席がございます。詳しくは佐藤まみくんの SNS をご覧ください。そしてクミ、2024年8月3日土曜日クミライブ祭りの後8時半から8時半会場9時開演、場所は銚子の千葉県銚子のカレーで、料金は3000円となります。銚子の花火大会の後に開催されるということで、ぜひあの合わせてお楽しみいただけたらと思います。そしてアミちゃんです。はい、マジ
今年の先ほどもお伝えしましたけど、下の7月の19日にリスラさんというアーティストのワンマンがありまして、ワンマンライブが、そちらでコーラスをがっつりやらさせていただきます。なので今年2回目ですね、もう生バンドでがっつりかっこいいもう楽曲でやってますので、よかったら詳細をご確認ください、はい、SNS です SNS です。はい、そしてくるみ、はい、私も8月19から25日にですね、オートマティックという2人展ですね、2人で展示をやりますので、ぜひ原宿でやります。来てください。楽しみに行きます。はい、以上でございます、はい、ちなみに先ほどいただいたコメントもさ、はい、いいですか、ちょっとこの、はい、いいですか、ちょっと出しに行きましょう。ポネパパさんが、私も料理と写真とプラモデルが趣味なかが趣味かな、かなうまくないけどやってる時が落ち着く。そうなんですね。さあ、で、中になります。くるみさん書いて、あの話せませんが、インスタ見てるとダンスに、あの絵画に写真と大活躍ですね。すごすぎる。いや、見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。もうやっぱあたりはあたりも過ぎた50分でした。はい、次回はですね、7月の23日ですね、株式会社アシストジャパン様から高井様をお迎えして大切なお知らせがございます。はい、はい、お昼の一番星のパーソナリティは、ななみと堀下しおりでお送りします。はい、この番組は株式会社アシストジャパンの提供でお送りいたしました。お相手は隊長の熊田ゆきと副隊長のくるみと一般隊の亜美でした。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。